ブルームズ1分紹介。レベル 44.4 にいた、不可避の悲劇。レベル 44.4 にいたこと、不可避の悲劇の理解度は 15% です。危険度は5分の6です。レベル 44.4 にいたは全ての物体がヒーローになっている病院です。この階層からヒーローのものを持ち出すと通常の色に戻ります。この階層では、適正生物、環境変化、精神異常の3つの危険が特に大きくなっているようです。適正生物は確認はされていないものの、これまでの記録から存在が確実視されています。具体的には老若男女の姿をした吸血鬼のようなもの、人間を生きたまま溶かすスライムのようなものが確認されています。環境変化ですが、この空間では10時間から50時間ごとに危険な環境変化が発生することがあります。例としては、廊下に汚染物質が吹き出される、水銀で部屋が水没する、などです。この階層では精神異常も発生します。精神状態が短い間で極端に悪化する、自らの鼓膜が破裂するほどの大きな声で発狂するなどが確認されています。詳しくは本編でどうぞ。